勉強してたもの一体何なんだ、言語によっては左と右がない言語もあるので、こうなりますね、はい、でお互いがえーってなる。ということで始まりました、こちらチャンネル。さあ今回ですね、はい、竹田塾イングリッシュの CEO 伊崎先生においでいただきました。ハローだよ。はい、今回なんですけども、まあ、よくね僕が勉強してたもの一体何なんだっていうのが来るので、そのじゃあ私がやってた言語学、まあ、慶応とそして東大で両方とも認知言語学やってたんで、一体どんなことやってたんだっていうの、まあちょっと過去にはね一回出してはいるんですけど、僕は時間と言語だったんですけど、まあ時空間なんですね正確には。へ、大丈夫ですか、僕全然言語学やってないですけど。大丈夫です。今回その時空間で、まあ認知言語学っていうのは人の認知ですねのシステムがどういうふうに現れるのか、言語にいるものなんで、まあ、いろんな実験したりするんですね実は。そうなんですか。文系文系言われますけど、めちゃめちゃ理系なことやるんで普通にたくさんやってま す, すごい。私も実験いろいろやってきたんですけど、まあ、それの有名な実験をですね、はい、ちょっと伊崎さんにやってもらおうと思ってですね、それで私のやってたことですね、空間の部分です今回やるのは、はい、時間の実験って結構大変なんで、空間の実験をちょっと見せようかなと思います。じゃあやってみましょう。準備中みたいな感じですか。かわいい。僕が、はい、こういうことになってください。横からの姿を YouTube で撮られることってないですよね。はい、では今伊崎さん見てると思うんですけど、順番どうなってます。順番、はい、まあ、順番としてはドラえもん、ドラミ、ジャイコですかね、はい、なってますね。じゃあ今度ですね、後ろ向いてもらってこっちですね。ほう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 。さっきと同じ順に並べてください。さっきと同じ順に、はい、あれ違う違う、こうなりますね、はい、そうですね、こういうふうにドラえもん、ドラミ、ジャイコっていうふうに並べます、はい、普通並べるんですが、はい、人によってはですね、これをこうやって並べる人が出てくるんですね。なるほど。ある部族の人はじゃあこういうふうに並べるんですね。一体何が違うんでしょう。何が違うのか、はい、違う人が出てくる。でその違いが実は言語に現れてる。へえ、そうなんですね。いうのをやるんです。じゃあそれを解説していきます。はい。じゃあ一体何があったのかっていうことなんですけど、はい、これはですね、実は普通にこのまずドラえもんが一番前で、うん、ドラミちゃんがいて、でジャイコがいるっていうのをですね、僕らは左から、まあ、僕から見て左ですね、皆さんから見て右ですからこう見ていくんですね、はいはい、これで、あ、ドラえもん、ドラミ、ジャイコってなってて、うんうん、でこうなってるので、こうだ、左から右に行きます。あ、で反転すると左右が逆になりますから、こういう風に並べるわけですね。はい、でも言語によっては左と右がない言語も存在するので、うん、左右っていう概念がない場所がありますので、なるほどなるほど、はい、だその左右がない人たちはどうやってやってるのかっていうと想像できますか。左右がない、左右がない、まあ、どうやって方向を表しますか。そしたら、あ、感覚、感覚そういう人たちはあそこを出て右行けっていう時なんて言えばいいですか。あそこを出て右行け、出て右手の方向、うん、右手がないんです。へえ、そっか。じゃあ北とか南とか東、そういうことです。東西南北で説明するんですね、うん、実は。なのでその言語を話す人たちからすると、こっち、まあこっちが南だったとしますね、うん、そしたらこれは南を向いてるんですよ、うん、だから後ろをこうひっくり返ってこっちを向いたところで東西南北は変わりませんので、そのままこうやってやるっていう。なるほど、はい、そういう実験なんですね、っていうふうに世の中にはこうです。こう、あ、ちなみにこれですね、大学入試で丸々出たことあります。丸々これをどっち向くかっていうのがそのまま絵で答えなきゃいけない問題出てましたから、はい、まあ、これはですね、まあ、有名な実験なんです。右と左がない言語、まあ、でレビンソンっていうですね非常に有名な人のフレームオブリファレンスっていう考え方なんですけど、それが実は3つの種類があると、フレームオブリファレンスには、うんうん、で1個がその左右ですね、右とか左とか、はい、そのものとの位置関係によって変わる、うん、まあ、そもそも左右自体今皆さんと僕逆ですからね、左右で、はいはい、まあ、こういうのをレラティブって言うんですけど、うん、これをレラティブフレームオブリファレンスって言うんですね、はい、相対的参照枠、うん、なるほど。でそれに対して東西南北って変わんないじゃないですか、うん、これを絶対的っていうですね、アブソルートですね、アブソルートフレームオブリファレンスって言って変わらない。だからこのレラティブの左右がないものはこのアブソルートで全部やんなきゃいけないっていうのがあるんですけど、もう一個あるんですよ実はフレーム、はい、今回ですね用意しました。
大変ですね。これ伊関さんの視点とまた視聴者の視点は逆になってしまうので、まあ、確かにこれはこれでまた面倒くさいですね。ちょっとね、本当はミニカーとかあればいいんですけど、特に何も持ってないので、おうおう、どっかで売ってないかなと思ったんですけど、ナイキのシューズとか、シューズしかないです、しょうがないで。で、じゃあそれを車だと思ってください。ナイキのシューズを車だと思って、ちょっと今車だと思ってください、はいはい、でボールを置くんですけど、しょうがないので大谷さんをちょっとですね置いてもらおうと思うんですけど、ちょっと遠いですね、もうちょい手前でいいですか、はい、はい、本当はね、本当はこう車があった方がいいんですけど、ね、はいはいはい、じゃあ、まあ、これ車でこれがボールだったとしますね、はい、車の前にボールがありますって言った時、ボールはどこですか、まあここですよね、はい、じゃあもしここにあった場合、車の横にあるにボールはありますねっていうふうに言いますね、はいはい、でも僕は車の前にあるって言いますけどね、ちなみに、車の横にあるとは言わないですね、車の前にあるっていうふうに言うんですけど、そうなんですか、なぜでしょう、え、なぜでしょう、あ、言語が違うからですか、じゃあ違う、関係ない、言語が違う、関係ないです、僕ら同じ言語喋る、僕は車の前にあるって言いました、え、っていう、座ってる位置とかですか、ああ、まあまあまあ、それもあるんですけど、これが、まあ、車の前にあるってこと、まあ、これ進行方向がある、まあ、この靴だったんで、はい、ちょうど進行方向を表すことができるので、うん、はい、代わりにやったんですけど、車っていうものに備わっている前方向ってことですね、うん、だからこの物体だったり人だったりに備わっている方向、はい、これが内在的ですね、 intrinsic って言うんですけど、 intrinsic frame of referenceっていうので、あ、なるほど、それを使う、まあ、固有的って訳されたり内在的って訳されたりするんですけど、それで言うとここが前になるんですね、うん、でも自分がその目の前に車があったとして、ボールがポンってそこに置いてあったら、あ、車の前にボールがあるって言わないですか、うん、車の側面、それは車の横にあるっていうのは車を中心に考えてます、ね、はいはいはい、でも自分が車との関係性で見たときは、それは車の前にある、へえ、そうなんだ、僕横にあるって言いますね、言わないです、僕は車の横にあるとは、る、車の前にある、まあまあまあ、運転もしないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、その運転手の目線にはならないので僕は、うん、でそれがまあ椅子とか机だと、だから例えばあれをちょっとじゃあ取ってもらう、椅子は机を中心に考えた場合、椅子は机のどこにありますか、机の前にある、はい、はい、じゃあギリ行くか、これ、はい、机のどこにありますか、前ですね、はい、変わんないですね、うん、ここだった場合、まあ前ですね、前前、はい、はい、という形で変わりませんね、うん、さっきは車にはイントリンジック固有の前が存在するので、うん、でもあの机には固有の前は存在しないので、うん、なのでそういった形になる、でこれを僕はもうあらゆるパターンを実験するわけです、あ、椅子に背もたれがなかった場合、丸椅子だった場合、これ椅子に座った自分をイメージすると前後ろが出てきますよね、確かに、じゃあそれが丸椅子だった場合はどうなるのか、机に引き出しがあった場合にどうなるのかっていうんですね、変わりそう、でそこで人間が座っている場合はどうなるのかとかっていうのを実験して結果を出すっていうのをやってたわけです、ね、なるほど、だから机のところに座っている場合に、まあ、ここに引き出しがあったとして、はい、座っています、伊関さんが向こうから見ています、私は机の前にいますか、机の後ろにいますか、向こうから見ています、ね、はい、向こうから、そうです、伊関さん、まあ、カメラマンの机の後ろかなって言った場合に、僕は机の後ろなのか机の前なのかっていうので、うん、でこれも分かれます、まあ、人によって全然違う、うん、でお互いがえーってなります、なんで、で僕は言わないです、机の後ろにいるとは言わないので、あっち側から見ても僕はこの人は机の前にいるっていうので、へー、というふうに人によって分かれる、このアンビギュイティですね、それが一体どういうふうに人がそれを認知しているのかっていうのを研究するのが私の前と後ろっていうものの実験です、へー、でそれでまあレラティブの中にもまあ実はいろんなのがあるんですよ、実はローテイティッドミラーの現象とかですね、そういう複雑な、まあ、これ以上いくとめちゃめちゃ複雑なんで、うん、はい、実は私はそういう実験とかをやってたんで、土分系扱いされてますけど、むちゃくちゃたくさん調査データを集めるっていうのをやってました、なるほど、うん、ってことでした、まあ、これが空間の、ね、曖昧性、こういう曖昧性が好きなんですよ、はい、僕の、あ、前っていうものはいろんなものを指すとかっていうのが好き でそれがまあ歴史的にどう変わってきたとかも調べました、へえ、だから古文、そういうことを言語学の人はやってるんですね、いや、くくらないでください違うんだ言語学めっちゃ広いので、はい、
の場合です。あくまで、なるほどなるほど、あくまでそういうので前の指すものがどう歴史上変わってきたとかとかしたりとか、うん、いろいろしてたんですね。こうやって人の認知が言葉に現れるわけです、うん、後ろと捉える人もいれば前と捉える人もいる、うん、で時間に関しては詳しくはまあ動画出てますのでそちら見てもらえればと思います、はい、ということで今回は私がやってたものを紹介しました、はいはい、実験にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。